ちょっと久しぶりだったんで、最初うまくできなかった作業がありました。まあ、なんとか間に合うように、みんなに声をかけ合いながら進めていければなと思ってます。今年なんたって3年ぶりのお祭りですので、たくさんのお客さんも来てくれると思いますし、作成で苦労してますけれども、祭り2日間、私たちも楽しみたいですし、その楽しんでいる姿をお客さんにも見てもらいたいと思います。